御朱印されたお疲れ、皆さんお疲れ様です、今日の司会を務めます全学連副委員長の神野です。今日この場所を守り抜き、岸田政権の戦争政策を打ち砕く、どういう反転でも新宿で行っていこうではありませんか。開始に先立って私から、今日のデモの目的を何点か提起させていただきたいと思います。まず第一に、岸田政権の NATO 会議出席、これを絶対に許してはならないということです。NATO は現実に核戦争同盟へと転換しています。 NATO 事務総長のストルテンベルグは NATO は当然核同盟だと言い放ち、ウクライナ戦争を利用し中国を打ち負かすための軍事同盟へ NATO を転換させようとしています。岸田が NATO 会談に出席するのは、 NATO と一体化して NATO と一緒になって中国を打ち負かす戦争を狙っているからに他なりません。中国を打倒するための戦争、こんなふざけた戦争を狙っている岸田政権に対して労働者学生の立場から反撃のデモを叩きつけようではありませんか。それが今日のデモのまず第一の目的です。そして第二に、今行われている米軍兵士による16歳未満の少女暴行事件、これを絶対に許してはならないということです。皆さん、アメリカの駐日大使エマニュエルは昨年、沖縄の米軍基地は負担ではなく責任だと言い放しました。16歳未満の少女が強姦されることが責任なのでしょうか。こんな腐り切ったあり方、私たちの声で粉砕していかなければならない、そのように思います。今世界中で労働者学生が立ち上がり、戦争に対して反対の声を上げています。これと一つになって今日の新宿デモを打ち抜いていこうではありませんか。そして3つ目に、今日私たちが行う反戦デモは、いわゆる都知事選での左派勢力の敗北に対する私たちの回答だということです。皆さん、都知事選の選択肢の中に私たち労働者学生の声を代表するような人が一人でもいたでしょうか。全くいませんよね。今既成の野党左派はことごとく戦争政策に屈服し、戦争反対を全く正面から言えないような状況になっています。それに対して私たちが街頭で声を上げ、学園職場で声を上げ、戦争反対の声を上げていく、それこそが今の政治を根本から変えていく道だということです。今日の新宿デモを打ち抜いて、労働者民衆との合流を勝ち取り、戦争反対の声を上げていこうではありませんか。そして最後に、私たちの今日の行動は8月6日の広島に向けての行動だということです。今広島では平和記念式典にイスラエルが出席し、アメリカの代表が出席し、戦争政策、核政策を進めている岸田が出席しようとしています。広島の戦争反対、核兵器反対の声をねじ曲げ、ロシア中国の核は良くないが G7 の核はいい核だ、このような主張にねじ曲げようとしている、こういう政治の在り方を絶対に許してはなりません。8月6日広島に駆けつけ、実力で原爆ドーム前を占拠し、戦争反対、核兵器反対の声を世界中に発信していきましょう。我が国から自衛隊を立ち上がって、改憲戦争都市大行進呼びかけ人の、改憲戦争都市大行進の呼びかけ人の弁護士から発言をお願いします。私に行かれてくんだ、中国に行かれるかこの野郎。ご通行中の皆さん、少し耳を傾けてください。うるせえよ、ディズニー。この日曜日、都知事の選挙が行われた。皆さんは盛り上がりましたか。都民として新しい知事を選ぶ、そのことに緊張感と喜びを見出すことができたでしょうか。私たちはこの国で戦争が起こらないこと、そしてまた世
起こさせないことを求めて集まっている労働者、青年、学生、農民、市民、そのみんなです。今新宿越冬を渡航中の皆さん、私たちはおそらく間違いなく皆さんと心を一つにして反戦、戦争に反対をする、そのことを考えている、確信をしています。ぜひ私たちと一緒にこの新宿駅を巡る、回る、その街頭行動に参加してください。心を一つにして戦いましょう。あの知事は選挙の中で何を言ったか、人を防衛と言った。防衛をする、何が攻めてくるというのか、そして何が攻めてくるということをみんなの常識になぜ従うのだ。命を守ると言った。命を守るという言葉は命を侵害する者に対して戦うということだ。何を戦うんだ。戦争が起こることを実は強く求める中で、陸上自衛隊がこの東京都の区と共同して実地訓練を始めた。中野区役所もそうだ、練馬区役所もそうだ。それは全てこの都知事が戦争が起こるぞ、戦争が起こったらみんなで戦おう、こういうことを言う、ここと心を一つにしようとしている、そういうものとして私たちは絶対に反対する。目を世界に転じよう。ガザに何が起きているのか、子供たちの命がこれほどに奪われている、このことについてこの都知事はあるいは他の候補者は何かを言ったか、何一つ言わない、何一つ言わない、大事なことを言わないこと、そういうものをおしゃべり選挙という、おしゃべり選挙だった。都民の声を、都民の声を大きく結集するなどというものでは全くなかった。私たちの行動は、そうして私たちの戦いはこの街頭にある、今ここにある、これが戦いだ。多くの都民は、多くの学生青年は、労働者は、私たちと心を一つにしよう、そう思っている。手を振る、手を挙げる、挨拶をする、これが新宿を本当に戦いのカオスとする、そういう行動だ。多くの歩行中の皆さん、少し私たちと思いを共にし、行動を共にすることを心から呼びかけます。一緒に肩を組み、腕を組んで戦いましょう。反戦、反戦、戦争をやめろ、直ちにやめろ、許すな、その行動を共にしましょう。よれ。高山さん、ありがとうございました。続きまして、道路千葉の方から発言をいただきたいと思います。よろしくお願いします。本日の集会で両行進に結集した皆さんに、道路千葉から一言ご挨拶を申し上げます。岸田は本日から行われる NATO 首脳会議に出席して、ウクライナ戦争のさらなる拡大、さらにパレスチナに対するイスラエルの大虐殺に加担しようとしています。そして中国、台湾に対する侵略戦争を行おうと矢継ぎ早に攻撃をかけています。しかし世界中で戦争に反対し、パレスチナ連帯を掲げた激しい戦いが巻き起こっています。時代はまさに激闘の時代を迎えようとしています。本日の反戦集会、デモ行進を断固として戦い抜き、文字通り暑い夏に、そして熱い戦いを大展開しようではありません。
日本の権力支配者階級は戦争への道を突き進むために労働組合に対する破壊解体攻撃を進めています。関西生ゴミ渋に対しては労働組合の正当な活動、抗議行動、ストライキを業務妨害と言い出してでっち上げて不当逮捕、起訴、弾圧を行ってきました。そして今港行動、消費金属支部に対しては倒産攻撃を仕掛け、全員一旦解雇、子会社への再雇用、そして支部役員4名に対しては選別解雇を行うという国鉄分割民営化と全く同じ攻撃をかけています。この攻撃は11月集会に呼びかける団体である三老荘を解体し団結を破壊する、この攻撃に間違いありません。 JR においても労働組合の破壊活動が今進んでいます。社友会という形で労働組合の解体、会社による囲い込みが行われています。この攻撃は2018年から始まったわけですけども、これは単に JR だけの問題ではなくて、皆さん思い起こしてください。2018年神奈川支部の弾圧が始まった、これを考えれば権力資本家階級が労働組合解体を狙っていくことは明らかです。そういう意味ではこの労働組合解体を打ち破り、階級的労働運動の復権に向けて私たちは頑張りたいと思います。 7.14 国鉄集会に結集してください。そして発力大行進を成功させ、発力防止法弾圧を封鎖しましょう。 11.3 労働者集会に6000人の結集を実現するために本日の集会デモ行進を断固として打ち抜きましょう。ありがとうございました。ゾロ島ありがとうございました。続きまして婦人民主クラブ全国協議会の方から発言をいただきたいと思います。よろしくお願いします。集まった仲間の皆さん、そして新宿駅東部通行中の労働者学生市民の皆さん、岸田が戦争のために NATO 会議に参加しています。中国の侵略戦争をやるために、中国の包囲網を作るために、わざわざ会員でも加盟国でもない岸田が NATO の会議に参加している、絶対に許すことはできない。戦争に反対する全ての皆さん、共に岸田の NATO 出席弾劾の声をデモでストライキで上げていこうじゃありませんか。自民党のフィルダルキが子どもの数が少ないやつは反省しろと言った。ナンセンス、まことにナンセンス。しかし今本当にそれ以上に許せない。沖縄で少女に対する暴行事件が繰り返されているじゃないか。絶対に許してはならない。あの東京の都知事選の閉塞感というのは、このとんでもない暴挙に対して絶対許さないと、沖縄と連帯してこんな暴行事件を繰り返さないために一緒に戦うんだと、そういう声がなかったことではありませんか。そういう政治が奪われていたことではありませんか。これを私たちはひっくり返さなければなりません。皆さん、あの少女暴行事件、半年間も隠されていたんですよ。岸田政権は戦争のためには女性は犠牲になってもいいんだ、そういうことを言ってるんじゃありませんか。だから半年も隠されていたんですよ。この半年の間に1月にも5月にも女性への暴行事件が繰り返され、県議選が行われ、国会は閉幕していった。何よりも日米共同宣言で岸田はアメリカと肩を並べて戦争をやるんだって言ったじゃないですか。ふざけるな。そして駐日米大使のエマニュエルは4月3日アメリカの勇気ある女性賞を取った五ノ井里奈さんをわざわざ大使館に呼んで表彰しているんですよ。3月にはエマニュエルは
この暴行事件があることを知っていた。それにもかかわらず平気で物井さんすごいですねって言ってるんですよ。こんなねペテン師をぶっ飛ばして私たちは戦争を絶対繰り返さないために立ち上がらなければならない。戦争ある限り、基地ある限り繰り返されるこの暴挙に対して、女性こそ戦争に立って基地と戦争をなくすために何度も何度も立ち上がろうじゃないですか。皆さん一緒に声を上げてください。今日は一緒にでも会いましょう。ありがとうございました。続きまして、東京青年術戦う青年の仲間から発言をいただきたいと思います。よろしくお願いします。私たち東京青年術はこの前土曜日7月6日渋谷で大デモを発生しました。若者がごった返すあの渋谷で多くの人の飛び入り参加もあり、大デモは大成功しました。個人戦なんか本当に私たち若い世代には希望も何もありませんでした。こんな世の中おかしい、間違ってる、みんなそう思っていますけど、かといって選挙で何か変わるなんて思ってもいないんです。なぜかというと、実力行動で戦う勢力が全くいないからです。そんな足腰の弱まった労働組合はじめ、そういう、いわゆる野党勢力、そういう勢力が、ことごとく弱いから、社会はここまで壊れてしまったんです。だからこそ、今、新宿でお集まりの皆さんには、ぜひ、今日のデモ行進に参加してほしいです。法律で何か決まる、それより私たちの行動が その私たちの行動こそが物事を決めていく。戦争だって合法化されたらそれでいいんでしょうか。どんなに悪法でも法が通ってしまえばそれでいいんでしょうか。それに反対するのは私たちです。絶対に戦争を起こさない、戦争を始める前から止める、それには私たちの実力行動が大事なんです。今こそ希望があります。誰だって戦争はしたくない、若い世代こそ戦争はしたくないとみんな思っているはずです。今こそその思いを行動に移すときです。86広島放射砲弾圧を粉砕し、今年の8月6日後もぜひ広島に大結集をお願いします。そして11月労働者集会に総決起しましょう。私たちの一つ一つのデモが大事です。これからも共に団結して頑張っていきましょう。ありがとうございました。続きまして、杉並区議会議員の洞口智子さんから発言をいただきたいと思います。よろしくお願いします。新宿駅東のご通行中の皆さん、私たちのこの社会に対する怒り、都知事選の茶番、戦争に突き進む岸田政権への怒り、すべてを今日のデモに集めて、一緒にこの社会を私たちの行動で変えませんか。本当にこの世界腐ってる。自民党の裏金議員みんな不起訴ですよ。ふざけ切ってるじゃないですか。そして私たちは今日戦争に反対する、始ま
による少女への性的暴行事件、絶対に許さない。起訴確定後に米軍も日本政府もこれを隠蔽してきた。もうこの一点で岸田は今すぐ引きずり下ろさなければならないじゃないですか。沖縄が本土に復帰して以降、一体どれだけの米軍の凶悪犯罪、とりわけ女性や子供たちへの犯罪が横行してきたか、そしてそれが全部握りつぶされ黙らされてきたか、もう私たちは黙ってはいけない。沖縄の怒りとともに、この首都東京で本土で戦争に反対する、基地 に日米安保に反対する声を一緒に上げようじゃないですか。パレスチナのガザではもう毎日毎日子供たちが、多くの人たちが殺され続けている。もうこんなことを1秒たりとも許してはいけない。子供たちが生きたまま焼かれて、子供たちが骨と皮になって飢えている。これを岸田は許してるんだ、後押ししてるんですよ。8月6日の広島にイスラエルの代表がそのすら下げて平和式典に出席するんだ。これは私たちは絶対に体を張ってでも阻止しなければいけない。一緒に声を上げましょう。今政府やマスコミが宣伝している中国やロシアの脅威、こんなものは手点であり、絶対に許すわけにはいきません。世界最大の核保有国はアメリカであり、今中国、ウクライナ、そして中東で世界戦争の火種を放っているのはアメリカだ。私たちは日本、アメリカ政府の戦争を始まる前に止める、絶対にこの社会を変える、そのために声を上げていきましょう。一緒に戦いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に沖縄の人々、パレスチナの人々、そして戦争反対の思いで戦う世界中の人々と結びつき、今日の行動を打ち抜いていきましょう。ここで皆さん、最後に全学連発言があるんですが、その前に改めてこれまでの発言を受けてシュプレヒコールを上げて戦いの意思を高めていこうではありませんか。立ち上がれる人は立ち上がってください。シュプレヒコール、シュプレヒコール、岸田の NATO 会議出席論外、核戦争会議を許さないぞ、ウクライナ戦争を直ちにやめろ、戦争推進の岸田を倒そう、核戦争を取ってるぞ、隠蔽を許さないぞ、米日の中国侵略戦争を止める、塊だとね、もう日米の反対軍隊、中国侵略戦争なんか言ってねえのかね、戦争と国際戦争を止める、国際戦争を止める、ありがとうございます。最後に全国連から戦いの発言をお願いします。決勝戦の皆さん、お疲れ様です。全国連の合戦、あと6月25日に発表した米エリアへ、16歳にも満たない一生暴走事件、これは絶対許しちゃいけない。圧倒的大爆発で少女の恐怖を何度もいただき落とし、共感せず全部広まりない事件を絶対に許すことはできません。そしてさらに許しがたいことに、日本政府外務省はこの性暴力事件が起訴されたことを知りながら3ヶ月以上も隠蔽してきた。それは中国侵略戦争に向け、沖縄現地政権の悪影響を深め、軍事基地などの強行を
暴行するものだった。絶対許しちゃいけない。それこそ侵略戦争のためなら住民の被害など一切顧みない帝国主義日程の破壊したあり方じゃないですか。これを腐り切った日程のあり方に一枚で1200人の県民が一枚に結集して沖縄の怒りが本当に発信してます。沖縄の怒りに断固連帯し、諸政党への戦争をはびこらせる岸田、バイデンに多動する反戦闘との戦いを繰り広げていきましょう。今日の 7.9 の沖縄の絶対に許すことができない。泥沼化したウクライナ戦争の最中、岸田は NATO と一体となってウクライナを全面的に支援しようとしている。これはウクライナの人民を助けるための支援では全くありません。ウクライナへの支援とは砲弾などの武器、もしくはそれを買うための資金の支援でしかない。武器を支援すれば戦場は激化するだけであって、地獄はさらなる地獄になるだけだ。この支援はウクライナとロシアの人民の地獄の殺し合いをさらに継続させるために行われている。それを今岸田を行っているのはふざけるな。しかも6月のイタリアのプーリアサミットでバイデンは今後10年はウクライナの安全を確保すると発言した。何が安全の確保だ、ふざけるな。バイデンが行っているのは10年以上もウクライナ戦争激化泥沼化の一途に叩き込み、ウクライナとロシアの人民の殺し合いで人民が殺されることを強制すると言ってる。絶対に許すことはできない。 NATO 首脳会談ではまた対中国を念頭に NATO が核戦争同盟として自らを押し出すことが狙われている。 NATO のストルテンベルグ事務総長は当然ながら NATO は核の同盟国だと言い出し、NATO の、核戦力の強化をガンガンと進めていると明らかにしている。そして岸田はこの会議をもって NATO と日米安保の連携強化をまさに狙っている。そして岸田は4月10日の日米首脳会談において世界の原発を3倍にする制約を確認し、一定自らも核戦力のさらなる強化を狙っている。それはなぜか、 NATO と完全に一体になって中国と核戦争やるからじゃないですか。絶対許すことはできない。この極限的な核戦争情勢の中で今最も重要な政治決戦が今年の86広島です。広島市長を松井は8月6日の朝5時から原爆ドーム前の集会を禁じる弾圧攻撃をかけてきました。これはまさに日程が中国への侵略戦争、核戦争に突き進むための政治弾圧です。反戦反核の戦いを対応的に解体して我々を核戦争に動員しようとしている労働者階級全体への攻撃です。絶対に許すことはできない。そしてその一方で8月6日に平和記念式典を開き3万7000人以上のパレスチナ人を虐殺し、ガザを広島や長崎にしろと言ってる議員がいるイスラエルを招待する、そしてゴリゴリのシオニストであるエマニュエルを呼ぶ。これは一体何なんだ。本当に戦争を賛美するための式典であり、これから戦争するための式典じゃないですか。このように反戦反核の思いを徹底的に踏みにじった松井に対して広島では本当に怒りが巻き上がってます。戦いがもう本当に続々とね立ち上がっている。我々に問われているのは広島の人民の怒りとどう連帯し、この戦争情勢とどう戦っていくかです。私の答えは今日のデモを決定的な跳躍台として8月6日朝広島原爆ドーム前で断固として反戦集会を戦いましょう。この広島の怒りや戦いを解体する松井に対して広島の人民の怒りを共有し実力で戦っていきましょう。私は皆さんに伝統力を持って決起していただきたいというふうに訴えます。全学連はその伝統で戦います。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。最後に本集会この集まりのまとめを持って、デモ行動に出発していきたいと思います。皆さん今日の戦い、この場所を守り抜き完結することができました。この7月9日、今日の NATO 岸田の NATO 会談、出席弾劾するデモ行動、そして7月28日、日米2プラス2で、アジアの国々を巻き込みながら中国侵略戦争に突進していく、これに対して7月反戦闘争を戦っていきましょう。そして最後8月、先ほどの全学連の学生からの発言にもあった通り、8月6日が決戦になるということです。イスラエルの代表、アメリカ、日本、岸田政権の代表が出席し、広島の思いをねじ曲げていく、このようなあり方を絶対に許さず、実力の行動を叩きつけていきましょう。今日のデモ行動、国家権力や右翼の妨害から私たちのデモ行動を守り抜き、戦い抜いていきましょう。それでは、集会の出発地点に向かっていきたいと思います。はい、最後、出発地点に向かう前にスプレイコールを上げていきたいと思います。スプレイコール、スプレイコール、岸田の NATO 出席、カルヤ出席弾劾、核戦争会議を許さないぞ、ウクライナ戦争を直ちにやめろ、戦争推進の岸田を倒そう、日の中国侵略戦争を止めよう、日米戦争同盟粉砕、日米戦争同盟粉砕、米兵の少女暴行事件弾劾、日米政府の隠蔽を許さないぞ、日米政府の隠蔽を許さないぞ、全ての基地を撤去するぞ、沖縄を戦場にするな、ガザ虐殺を今すぐやめろ、岸田虐殺に加担するな、パレスの人民と連帯して戦うぞ、国際連帯で戦争を止めろ、戦争と態度を岸田を打倒するぞ、ファイナル岸田を打倒するぞ、それでは出発していきましょう。デモは出発地点は大ガードの手前になります。で、全体で移動しますので、皆さんのプラカードとか、ボードを、持ってちょっとデモの、準備をしてください。で、全体で移動します。で、デモの出発時間は19時15分です。7時15分出発になります。で、動き始めたら合図をしますので、皆さんすぐ動けるように準備をしておいてください。福島の魅力や今とこれからに対してとこだ、ぜひご注目ください。そろそろ移動しますよ。はい、ありがとうございました。じゃあゆっくり移動していきます。通ります。どうぞどうぞ、マイクください。通ります。すいません、通ります。すいません、通ります。それでは皆さん、デモコールしていきましょう。スプレイコール、スプレイコール、岸田の NATO 会議出席弾劾、岸田の NATO 会議出席弾劾、核戦争会議を許さないぞ、
核戦争会議を許さないぞ。ウクライナ戦争を直ちにやめろ。ウクライナ戦争を直ちにやめろ。戦争推進の岸田を倒そう。戦争推進の岸田を倒そう。核戦争を阻止するぞ。核戦争を阻止するぞ。中国への侵略戦争を止めよう。中国への侵略戦争を止めよう。日米戦争同盟粉砕。日米戦争同盟粉砕。沖縄米兵の飛行場暴行弾劾。沖縄米兵の少女暴行弾劾。政府の隠蔽を許さないぞ。日米政府の隠蔽を許さないぞ。すべての主張を撤去するぞ。すべての口を撤去するぞ。沖縄を戦場にするな。沖縄を戦場にするな。辺野古新基地建設を阻止するぞ。辺野古新基地建設を阻止するぞ。南西諸島をミサイル基地にするな。南西諸島をミサイル基地にするな。ガザ虐殺を今すぐやめろ。ガザ虐殺を今すぐやめろ。岸田は虐殺に加担するな。岸田は虐殺に加担するな。パレスチナ人民と連帯して戦うぞ。パレスチナ人民と連帯して戦うぞ。国際連帯で戦争を止めよう。国際連帯で戦争を止めよう。戦争と不安の岸田を打倒するぞ。戦争と腐敗の岸田を打倒するぞ。岸田の NATO 会議出席弾劾。岸田の NATO 会議出席弾劾。ウクライナ戦争を今すぐやめろ。ウクライナ戦争を今すぐやめろ。武器を戦争、徹底命令、徹底弾を倒そう。
中国侵略戦争止めよう、中国侵略戦争止めよう、日米戦争同盟粉砕、日米戦争同盟粉砕、沖縄を再び戦場にせれな、沖縄を再び戦場にせれな、すべての基地を今すぐなくそ、すべての基地を今すぐなくそ、基地を今すぐなくそう、米兵犯罪許さないぞ、
すべての基地を撤去するぞ。すべての基地を撤去するぞ。沖縄を再び戦場にするぞ。沖縄戦を繰り返します。辺野古新基地建設を阻止するぞ。辺野古新基地建設を阻止するぞ。南西諸島をミサイル基地にするぞ。南西諸島をミサイル基地にするぞ。戦争推進の岸田を倒そう。戦争推進の岸田を倒そう。わっしょい、わっしょい、わっしょい、わっしょい。安保粉砕禁止でしょ。戦争反対岸田だと。マレーシア連帯虐殺やめろ。岸田の NATO 出席弾劾。岸田の NATO 出席弾劾。ウクライナ戦争今すぐやめろ。ウクライナ戦争今すぐやめろ。武器を送るな、参戦するな。武器を送るな、参戦するな。戦争を進める岸田を倒そう。戦争を進める岸田を倒そう。中国侵略戦争を止めよう。中国侵略戦争を止めよう。日米戦争同盟粉砕。
会議出席弾劾。沖縄を戦場にするな。
すべてのキッチンを今すぐなくそう。安保粉砕基地撤去。安保粉砕基地撤去。ガザ虐殺を今すぐやめろ。虐殺支える騎士らを倒そう。国際連帯で戦争を止めよう。国際連帯で戦争を止めよう。Don't attack Gaza! NATO 首脳会議を出席を許すな。 NATO は核戦争同盟です。ウクライナ戦争をますます激化させ、中国侵略戦争、世界戦争、核戦争の道を開く戦争会議に弾劾の声を巻き起こしましょう。スペシャルスペシャル、岸田の NATO 会議出席弾劾。戦争会議を許さないぞ。ウクライナ戦争を直ちにやめろ。戦争推進の岸田を倒そう。核戦争を阻止するぞ。米日の中国侵略戦争を止めよう。中国への侵略戦争を阻止するぞ。日米戦争同盟粉砕。日米戦争同盟粉砕。米兵の少女暴行事件弾劾。米兵の少女暴行事件弾劾。性暴力の隠蔽を許さないぞ。性暴力の隠蔽を許さないぞ。すべての基地を撤去すぞ。すべての基地を撤去するぞ。沖縄を再び戦場にするな。沖縄を再び戦場にするな。辺野古新基地建設を阻止するぞ。辺野古新基地建設を阻止するぞ。南西諸島をミサイル基地にするな。南西諸島をミサイル基地にするな。南西諸島をミサイル基地にするな。ガザ虐殺を今すぐやめろ。ガザ虐殺を今すぐやめろ。ガザ虐殺を今すぐやめろ。ガザ虐殺に加担するな。
戦うぞ。二人で戦争を止めよう。国会連帯で戦争を止めよう。あっさい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 。戦争反対、虐殺やめろ。戦場に捨てれな。すべての基地を今すぐなくそう。安保粉砕禁止撤去。ガザ虐殺を今すぐやめろ。ガザ虐殺を今すぐやめろ。虐殺支える騎士団を倒そう。Thank you.
席だろう、NATO を出席参拝、出席だろう、NATO を出席参拝、出席だろう、NATO を出席参拝、ウクライナ戦争、今すぐやめろ、ウクライナ戦争、今すぐやめろ、武器を送れば参戦すれど、武器を送れば参戦すれど、戦争を進めれ、キシラを倒そう、戦争を進めれ、キシラを倒そう、中国侵略戦争を止めよう、中国侵略戦争を止めよう、中国侵略戦争を止めよう、日米戦争同盟粉砕、日米戦争同盟粉砕、沖縄を再び戦場にすれば、沖縄を再び戦場にすれば、すべての基地を今すぐなくそう、すべての基地を今すぐなくそう、反送粉砕禁止撤去、やめろ、虐殺さされる岸田を倒そう、虐殺さされる岸田を倒そう、国際連帯で戦争を止めよう、国際連帯で戦争を止めよう、岸田の NATO を出席弾劾、ウクライナ戦争を今すぐやめろ、ウクライナ戦争を今すぐやめろ、武器を送りな参戦するな、中国侵略戦争を止めよう、中国侵略戦争を止めよう、中国侵略戦争を止めよう、
前に持ってきてください。